こんにちは、ピノスです。こんにちは、小町ねねと言います。今日は2人でコラボをすることにしました。はい、今日はちょっと可愛いヴィーナスちゃんと一緒にコラボさせていただきますので、よろしくお願いします。いや、全然可愛くないです。いや、すごい可愛いじゃないですかね。お人形さんみたい。初めて会った時びっくりしちゃった。出身はどこですか？出身、私、その日本の東京。東京生まれなんですよ。だからもうずーっと東京にいて、逆に東京以外を知らないっていう。なるほど、都会以降。都会以降は都会以降。でも日本限定で都会以降。ちゃんはどこ出身なんですか？スイスです。あ、なるほど、はい、スイスにどれぐらいいたんですか？11歳まで。ああ。それ結構引っ越して。あ、なるほどなるほど。結局日本で住むことになりました。おお、日本どうですか？あ、楽しい。自然が綺麗だし、人が親切で、食べ物も美味しいし、テレビ番組も面白いし。本当に？アニメも大好きで、はい、毎日充実してます。いや、アニメ楽しいよね、日本のね。そうですね。今何が一番好きですか？チェーンソーマン。あ、チェーンソーマン、流行りだ。そうですね。チェーンソーマン、確かに面白い。なんかね、意外だね、アニメとか漫画好きなの。あ、本当ですか。なんかもっとね、なんかキャピみたいな感じかと思ったから。キャピ？海外行ったことありますか？私ないんですよ。パスポートだけ作ってて、でそろそろどこか行こうかなって思った時に、まあ、ちょっと流行りのウイルスが出てきちゃって、はいはい、飛行機が乗れなくなっちゃったんですよね。私もちょっと自然豊かな海外に行きたい。あ、東南アジアとか。あ、東南アジアとかも、行きたい行きたい。でもあと結構いろんな、アメリカとかもそうだけど、コスプレイベントやってるじゃないですか。あ、そうですよ。そうそうそう、海外のやつも参加してみたい。日本のしか参加したことないから、コスプレイベントに。そういうコスプレイベント参加したんですか？うん、なんかコミケとか、そうコスホリとか、なんかそういう人が集まってコスプレするようなところは何回か。いいですね。やっぱ楽しいよね、そういう場所行くと。そうですね。人前でコスプレして。はい。和食で好きじゃない食べ物ありますか？たくあん。たくあんとわさびが苦手。あ、本当ですか？意外。お寿司の中にわさび入ってるじゃないですか。はい、だからあれわさび抜きじゃないとお寿司食べられないんですよ。子供みたいなこと言っちゃってるんだけど、メンタル強そうですね。メンタル強いと思うよ。なんか、元気なくなっちゃう時ある。あ、たまんだ。どうやってずっと元気でいられるのかな。気合いやっぱりなんか女の子だから、こう元気なくなっちゃう時ってみんなあるじゃないですか。はい、なんかそういう時元気なくなりそうだなと思ったら、なんかとりあえず寝る。ああ、そうですよね。寝るのが一番。確かに。横になって寝続けてると自然とどうでもよくなってくるっていう。まあ興味のある人はぜひねねちゃんとこっちのTwitter とか Facebook とか Instagram をチェックしてください。今日私たちがやったコスプレがNeedyGirlOverDose で、作品も最高だから、私たちも最高のコスプレにしようと思いました。数だけじゃなくて、ちゃんとしたストーリーラインがあります。でぜひそのストーリーを見て、ファンタジーを生かして良い時間を。まあそうだね、ストーリー性ちゃんと作った作品になっておりますので、楽しんでもらいますと。はい、はい、バイバイ。